はいどうも、翔平 TV です。本日はモンタンスポーツに来てるんですけども、今画面に映ってるのは翔平 TV ではありません。翔平 TV はここにいます。今回はこちらのキャッチャーミット、カナメグローブというグローブでして、公式用でジュテルレザーを使ったグローブとなっております。はい、というわけで、今回こちらですね。カナメグローブというね、グローブがありまして、こちらを今回は紹介していきたいと思います。で、こちらのモンタナスポーツのモンタナさんということで、こちら、お願いします。で、今回こちらのキャッチャーミット、ちょっと手離してもらったんですけど、めっちゃ硬くないですか？カチカチ。カチカチ。どういう方が使うようなミットですか？高校生。高校生。公式用ですもんね。公式用ですね。で、キャッチャーミットって、僕はあんまちょっとわかんないですけど、深いとか浅いとか、まああるじゃないですか。これは、一般的な方じゃないですか。一般的な方。要と書いてあるんですけども、要グローブってことで、どこ行きました？要グローブってもともとありましたっけ？これ新しく立ち上がった感じの要グローブって、もしかしてキャッチャー専門のミットですか？この一方しかない。あ、この一方しかないんだ。なるほど。ってことは、その、まあ、作ってる方はキャッチャーが専門の、とりあえずはもう一方しかやらないしか作ってない。なるほど。で、この中ですね、この中の薬指に薬指リングがありまして、薬指リングってどういう意味がありましたっけ？まあ、フィット感が出ます。手の隙間をバーッとしてくれるっていうのと、どうしても無理やりグローブを閉じようとすると薬指がガッと出ちゃった。ああ、まあ、それを防ぐ。で、こちらの見た感じなんですけど、この横のこの紐ですね、紐がこう交差されて、バッテンで交差されているんですよ。もう全部なんか、これはなんか耐久性とかそっち系ですかね。そうですね。やっぱ紐通すことによって、この分硬くなる。硬くなる。しっかり。しっかりしたミットってことですよね。これって、あの、紐もしこう切れちゃって直すってなったら、これ結構大変じゃないですか、直す側は。まあそうね。直す側は大変だよね。デブのここ、エッジ機能がついてる。ここ、折れ曲がるっていうんですか。折れ曲がるんで、ガッてなっても、ここでこう、コロンって、ガッていっても、ここでコロンってこう曲がって、こうボールが入るっていう感じですかね、イメージ的には。ほんとだ、これ木の方、ほら、動く動く。わかるかな、これ見えるかな。これすぐ動く。すごいっすね、これ考えた人。で、こちらお値段はどれぐらいなんですか？5万円の消費税。カナメグローブ、公式用ですね、こちら。消費税込みで5万5千円。そうです。で、今回はこちらの要のミットはですね、サンプルをお借りしてちょっとご紹介したんですけども、まだお店で取り扱ってるところって、4店舗ぐらい取り扱いが始まったのかな。でもまだ置いてあるところはまだないと思う。はい、というわけで、今回はこちらの要グローブというね、キャッチャーミットを今回はご紹介いたしました。この動画いいと思ったら、チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。